紫義正猿回し氏、元山口県光市議会議員、山口県光市出身、須を猿回しの会所大会長、地区で一番富裕な家に生まれる。課長である祖父、紫梅次郎は、土建業、猿回しの親方などを営んでおり、吉正は、梅次郎の一人息子、勝政の次男であったが、小学校入学時に、兄と共に祖父に引き取られ、 厳格に育てられる。毎日仕事を課され、遊ぶ暇もない毎日であったが、その中で、創意工夫を凝らして遊ぶ時間を生み出すなど試練を、跳ね返すバイタリティと才覚を身につけていく。だが、1948年に祖父が死去し、紫木は没落。兄は家出し、17歳の吉政は妹一人と、弟5人を抱えて、 様々な非合法行為まで行い一家を支える。また、親族が財産を狙って骨肉の争いとなったが、なんとか家と田畑を守り通す。安保闘争の最中であった1960年にブラック解放同盟に参加し、1961年に支部を結成。高須地区から自民党系の同和団体、全日本同和会の勢力を一掃した。また、 全国生活と健康を守る会連合会を結成して、講師すべての困窮者の救済を目指す。ブラク解放同盟の分裂後は、ブラク解放同盟正常化全国連絡会議を経て、日本共産党系の同和団体である全国、ブラク解放運動連合会の山口県、福井委員長を務めた。その他の役職には、全国生活と健康を守る会連合会理事がある。 1970年に、光氏の市議会議員に初当選。花妻み社を辞任し、押し売りや恐喝などの逮捕歴を隠さずに当選を果たした。3期務めた、市議時代は、日本共産党に所属していたが、保守系でないにもかかわらず、議会運営委員長を務めるなど捕獲を超えて、人望があった。議会での彼のあだ名はその性格から、おこぜだった。在職中は、 自然保護運動にも取り組んだ。公式に初当選と同じ年の1970年、俳優の小沢昭一が、レコード、日本の放浪芸シリーズのために、光市を訪れたことをきっかけに、1963年に、途絶えていた猿回し芸を復活させることを決意。民族学者の宮本恒一や民族文化、映像研究所の姫田忠義、過去の猿回し師の実態を調査。 研究していた詩人で、社会教育課の丸岡忠夫や、末程の紫修司の協力を得て、1977年12月2日に、巣を去る回しの会を結成して、初代の会長に就任。巣を去る回しの会は1978年1月から、猿の長教開始するも難航。1978年7月に四男の太郎と、共に、最後の猿回しし、 茂岡博美の妻、茂岡富子に教えをこい、調教法を確立。同年9月の光市におけるイベントで披露、猿間は手芸の復活を果たす。なお、現在の調教師が猿に対して、人間が優位の立場にあることを示すために言っている。猿を地面に押し倒して、背中を噛むという方法は、日本モンキーセンターの猿学研究者ヒロセチンとの交流により、 紫が独自に編み出した調教法である。過去の叩き仕込みと呼ばれる調教では、猿の顔を地面に強く擦りつけるという、より苛烈な方法をとっていた。1979年正月には、豊富天満宮境内で、自主公演を成功させて、自信を深め、巣を猿回しの会は、プロの芸能集団として活動していく方針を選択する。吉政は、 プロの芸能として、経済的に自立できなければ、せっかく復活した、猿回しも再び途絶えてしまうと考えていた。しかし1981年4月、伝統芸能の研究、継承を唱え、吉正と対立していた弟、修二と彼に同調する若者数名が、ゲーザルを連れて、巣を猿回しの会から離脱。吉政は自ら、自動車で全国を探し歩き、 彼らの居場所を突き止めて猿を取り戻した。修士のグループは後に岩国市に本拠を定めて猿前座を創設し力で抑えつけない本仕込みによる猿回し芸能の復活を模索することになる。1982年にはそれまで勤めてきた山口県光市の市議会議員を辞して猿回しに専念するようになった。以後、猿回し芸のための常設の劇場を設けたり、 後継者育成、猿回しに関する執筆活動など、猿回し系の振興に尽くした。1990年、脳血戦により死去。2009年現在も関係者が、当人の意志を継ぎ、猿回し発展のために尽くしている。息子に、諏訪猿回しの会の運営に携わる紫余一、紫梅次郎。日光猿軍団の運営に携わる猿回し氏の、紫太郎。 紫五郎がいる。前回連副議長、全国人権連副議長を務めた紫勝利氏も弟である。最後の猿回ししだった重岡武俊、氏、見兄弟の兄、武俊氏の妻はいとこに当たった。いずれも絶版。ありがとうございます。